はい、こんにちは、ちじせです。アルバトリオン登場記念で装飾品の毎日配布キャンペーンが始まります。これ本当やばいんですよ。配られる装飾品がこちら。これね、どれか一つとか抽選でとかじゃなくて、指定の期間中にログインしたらみんなもらえちゃうんです。特に達人樹2と攻撃樹2、やばいですよね。これらはそもそも入手しづらいレア12の装飾品の中でも特にレアな装飾品なんで、この機会に絶対入手しておいてください。残念ながら私が欲しい防音樹にはないみたいなんですけどね。装飾品の配布期間は7月の3日、7月の3日ですね、朝の9時から7月の11日朝の8時59分までです。特に3日と9日は絶対にログインしてください。達人樹2と攻撃樹2ですからね、これは逃さないようにしていただければと思います。あとここからは予想なんですけど、こうやって各属性の装飾品が配られるっていうことはあくまで予想なんですが、アルバトリオンと戦うステージ、ムヘトジーバみたいに1層2層3層がある特別エリアみたいな感じで、1層だと雷属性が弱点、2層だと氷属性が弱点みたいな感じで、1層ごとに弱点属性が変わるとかもありえそうじゃないですか。あくまで予想なんで全然確定ではないんですけど、毎回装備を着替えてやっていく形になりそうな予感もしちゃいますよね。やっぱり今のうちに新しい装備が作成できるレベルの各種導き素材などはたくさん集めておいた方がいいんじゃないかなと思います。ということで今回はアルバトリオン登場記念で装飾品が毎日配布されますよというお知らせ動画でした。最後までご視聴誠にありがとうございます。また達人樹2と攻撃樹2が配布される日には皆さん受け取ってくださいねっていう動画投稿予定です。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。